人気になるとこんなの出るんだ。なんだこいつ、下のビール様の登場。ただもんじゃねえ。あの人は地上最強の男と言われているヒーロー、キングだ。この度は誠に申し訳ございませんでした。キングさん、やっちゃってください。握手だけでも。忙しいんだ。すいませんでした。早く帰ってプレイしよう。S 級集会にも来ていたヒーローで、テンション上がってきた。我が名は G4、 組織によって作られた鬼神。貴様を殺しに来たと言って。わかった。だが一度トイレに行かせてもらおう。ここで10分待って。俺を殺しに来たか。怖え、怖えよ。俺は強くなんてない。目を閉じている間に誰かがやっつけていた。偶然そんな場面に何回も出くわした。やべえ、ヒーローやめたい。ごめんメリオー。毒力で倒せるようでなくては。夢に出てきそうだな、あの怖いロボット。お兄ちゃん、名前を決めて。名前か。キングでいいんじゃね。ヒーロー名はちょっと困るな。勝手に人の家に上がり込んでもらっちゃ。でもこういうゲームやるタイプだとは知らなかった。ドキドキシスターズって書いてある。マジでドキドキシューティングスターかと思った。あー、騙された。すぐ捨てろ。焼却操縦者、いや本体か。まずい。こいついつまでいるんだよ。なんでさっき逃げたんだ。今ジェノスが戦ってるんだけど、頼む教えてくれ。驚いた。災害の方からお前のところに。や、勘弁してくれ神様。ただ現場に居合わせただけなのに、周囲は俺が倒したと思い込む。俺は嘘の塊のような男。キングを追っているようだが、俺は奴より強い男を知っている。俺は絶だ。大丈夫か。ゆっくり開けてみろ。今日は大金星。この人は、あの埼玉さんの手柄を俺がもらってたかもしれません。お前はみんなのヒーローなんだぜ。強くなればいいんじゃね。たまにゲームやりに来るからよろしく。すさまじいパワーと高度な人工知能を備えていました。俺に利用できるパーツがあればぜひお願いします。だがゼノス、正義のために細胞を孵化したとは言ってもあまり無理はいかんぞ。それよりゼノス、例のサイボーグ、お主の故郷を奪った。それが一向に足取りがつかめず。もし奴と接触することがあっても早まったことはせず必ずわしに伝えてくれ。君たちのような裏社会の住人が我々の呼びかけに応じてくれたことにまずは感謝。君たちが変な気を起こさなければ彼らも動くことはない。少しでも不審な動きをしたら消し済みにしてやる。では話を始めることにしよう。待て、レベルトラ以上の災害発生率が異常に高くなっており、予言では半年以内に過去最大の危機が訪れることが示されており、人格の善悪を問わず実戦に長けている者に協力を要請する。くそ、時間の無駄だ。分かっているのは名前と顔と B 級33位だということのみ。 C 級から B 級へと駆け上がった。きっとこの男は何か。まずは居場所を探すわよ。はい。なんでお前ばっかアイテム取ってんだよ。ふざけんなよ。あ、コントローラー壊れた。ならず者たちに助けを求める。そうだ、怪人討伐さえしてくれれば相応の謝礼は払うつもりだ。やめとけ、金の無駄だ。前代未聞の災害レベル神がやってくるって分かってたんだな。おっさんの言う通りだ。さっさと全員かかってこいよ。誰が一番強いか試そうぜ。こんなもんなくても強えやつは強えんだよ。バーカ、お前を仮装してやる。地球本部施設に居住しているヒーローを集めてくれ。全員だ。半年以内に今以上に強くなって正門から帰ってくる。ではまた。視界に入った怪人を普通に倒してるだけなんだ。つまり先生のヒーローとしての顔が徐々に民衆に知れ渡っているということです。出てこい。
人間。俺は音速のソニック、埼玉のライバル。間違えてキングのセーブデータに上書きしちゃった。勝手に持ってきちゃったやつなのに。 B97 ヒーロー埼玉。あ、そうなんだ。お疲れさん。何？態度でけえ、こいつ。あなた、ヒーロー業界にもいろいろな派閥があるって知って。いや、意味わからん。そうすれば B 級上位のポジションを守ってあげるわ。そういうことか。安心しろよ、どうせすぐ A 級に上がるから。その通りよ。あまり驚かない。地獄嵐。敵になりうる奴は。ヒステリーか。トップの器じゃねえ。強くなった気でいるお前には無理だ。いつか泣かされる。関係ねえじゃねえ。埼玉先生、すみません、家の前で埃を立ててしまって。お前、これ埃なんてもんじゃねえだろ。 S 級が B 級の。お前は B 級1。地獄の吹雪か。なるほど。爆裂聖剣。埼玉、よく見ておけ。貴様の負けだ。情けないやつ。死ね、三千山。埼玉、弟子を救ったつもりか。甘いやつ。それにお前らが戦う理由がね。お前を殺すために編み出した究極奥義、見せてやる。おう、見せろ。マジ反復予告。死んだか。いや、殺してはねえ。強すぎ。普通じゃない。だから B 級1位になった時に思ったの。私はこの位置のまま A 級ランキング1位の男、イケメン仮面甘いマスクは誰も超えることができないのよ。あなたも十分化け物だけど、イケメン仮面や私の姉ほどじゃない。ふん、あなたは上へはいけないわ。おーい、埼玉市。ごめん、持って帰って。お、ボタン潰れてる。だが強者を引き寄せ、強いから。あんたらならなんか知ってるんじゃないかと思ってきた。おそらく画廊のことが絡んでいる。画廊って？教会側は隠しているようだが、激しい戦いになれば周囲の人間を巻き込みかね。一つ気がかりな点があるな。バングの現一番弟子のチャランコという名の雑魚です。見つけた。え？おお、戦術はどん。タンクトップ。タッ、こいつを本当に人間なのか。可愛い弟のために全てを捨てて駆けつけてくれる。俺行くぞ。バナナやるよ。彼は人間だったよ。え？怪人を名乗る人間だ。奴は高度な武術を使う。シルバーファングは厄介な魔物を育ててしまったようだ。くそ、まさかあんな若造に不覚を取ろうとは。全く厄介なものだ、武術とは。ようガキ、うん、面白そうなもん読んでんじゃねえか。一番強いの。そのヒーロー名鑑ってのいいな。なあ、それ一週間だけ貸してくれないか。貸すのは嫌だ。趣味悪いよおじさん。いいな、俺もこの本に乗りてえもんだ。 A 級の黄金ボールが馴染みの居酒屋に顔を出す時間だ。じゃあなくそが全て買わされ、いなされ、流される。さらにはこちらの動きを読んだ投げ技や勘が、やつは違った。人間を壊す専門技術を持っている。ほら、バナナやるからさ。そこに置くな。代々ド素人がぶ。
Thank you.